お元気ですか、ボクシミでございます。今回はエポック2024オリックスバファローズプレミアエディションベースボールカード開封動画でございます。こちらは1パックカード6枚入り、1ボックス5パック入りでございます。それでは開封していきたいと思います。それでは5パック開封していきたいと思います。まずは1パック目でございます。茶の徳正外野手でございます。斉藤京介投手でございます。岸田守投手でございます。で、西川龍馬外野手でございます。広島東洋カープから FA で加入してきました。頓宮裕真保守でございます。これキラでございます。若月健也保守でございます。2袋目でございます。小木田敦也投手でございます。茶野徳正外野手でございます。斉藤京介、これは投手でございます。小田島清流、投手でございます。ちょっと待ってくださいね、これね、はい。で、宮城博也投手でございまして、ね、直筆サインカードでございまして、横山誠也選手のこちら、これは、直筆サインカードでございます、ね。74シリでございます。え、続けていきたいと思います。3袋目でございます。中島聡監督でございます。現役時代は、日本ハムファイターズにも在籍しておりました。平野義久投手でございます。小木田敦也投手でございます。広岡大志内野手でございます。ヤクルト、巨人にも在籍しておりました。で、西川龍馬外野手のこちらね、これは、金箔の時期、白サインカードでございます。125シリでございます。比嘉元気投手でございます。4袋目でございます。マーウィン・ゴンザレス内野手でございます。宮國陸投手でございます。堀柊那捕手でございます。で、こちらですね、宇田川投手選手と宮崎選手のね、
ダブルのこれカードでございますが、こちらで、125スリとなっております。はい、ちょっと虹色がかかっております。はい、続けていきたいと思います。田口壮、内野手でございます。山下俊平太、投手でございます。で、最後の5袋目でございます。のりともや、保守でございます。紅林幸太郎、内野手でございます。芦田武人、投手でございます。河内康介、投手でございます。で、山崎総一郎、投手でございます。で、最後は大江海人、投手でございます。はい、で、こちらがですね、銀箔で150種でございます。はい、こちらでございます。以上でエポック2024オリックスバファローズプレミアエディションベースボールカード開封動画終わりたいと思います。で、 BBM の2024ベースボールカードセカンドバージョンも購入しましたので、後日やりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で、エポックの方も埼玉西武ライオンズと中日ドラゴンズ編もね、予定しておりますので、ね、後日やりたいと思います。最後はこちら横山選手の直筆サインカードをね、最後見せて終わりたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。